さんのね新作のセットアップめっちゃ可愛くない？ちょっと見せびらかそう。目打ちはねこれ黒なんだけど、ひめちゃんこれブルーっていう色味なんだよね。可愛い。はい、ティリン。で、まあ、今回ね、おそろっぴのお洋服がね、より可愛く引き立つような企画でございます。へぇ。本日の企画は、踊ってみたーチャレンジー、イエーイ。前回、ザ・フィールズを、まあ、何分で踊れるかっていう企画をやった際に、まあ、1時間5分でしたね。そうですね。本来であればやっぱ30分ぐらいでパパッと覚えたいんだけど、やっぱりね、ちょっとなかなか難しいよね、振り覚えるのってね。で、今回は、何のね、踊ってみたに挑戦するかと言いますと、ドゥルルルルパン！ケプラーのワダダに挑戦していこうと思います。なんか結構 TikTok とかでも踊ってみてあげてる人いらっしゃいますし、まあ YouTube とかでもちょいちょい見かけますし、流行りに乗っかりたいタイプなんで、何分で踊れるか、ちょっとやってみたいなと思います。はい。自信のほどはどうですか？あまりないです。ダンスは好きですか？好きです。はい。まあママはね、気持ちはダンサーだから。気持ちはね。一旦どんな感じかっていうのをね、姫ちゃんに振りを確認していただきたいと思います。ちなみになんですが、前回同様奈良日和さんに許諾の依頼をいたしまして、ちょっと心よく今回も使っていいっていうことだったんで、奈良日和さんの歌ってみた動画の曲を使わせていただきたいと思います。はい、日和さん今回も心よく使用許可いただきありメロです。ありメロ。歌うまいよね。ね。しかもさ可愛くない日和ちゃん。うん。キモい人いる。こう振りしながら歌ってるんだけど、こうやってしてちょっと可愛い。キュッ。あ、まあじゃあ一旦ねちょっと見ていただきたいと思います。この辺ちょっとかっこいい感じね。かわいい。こんな感じでございます。なんか前半部分は結構メリハリがはっきりしててかっこいい感じ。後半部分はなんなら5分ぐらいあれば覚えるかなって思ってるんで、今回前半にちょっと力を入れていきたいなと。おう、何分目標？1時間っていう感じで早速やっていこうと思います。じゃあ最初のこのこっからの部分の先に手から覚えるか、うん、上上段腰バンこれな、しかもな足もあるんやで。右左右右じゃん。これさ思ったんやけどさ、右左右右が難しくない？なんか右左右左ってやってしまいがちやん。右左右右右右右右左右右いけた？うん、これなちょっとな曲が早いんよ、うん、意外に右左右右ワンツースリーフォーできた、うん、これこの後のステップがちょっと難しいかな。腰を右回しやな。こう回してこうこうじゃないの？え？こっち？右左右パン。右左右パン。右左右クイーンパ。むずいな。うわちょっと整理しよう。タンタンタンシュイーチュイーこういう感じ？タタタタラタンタンポンポンポンのシュイフーワタタンワタタンじゃないの？何なの？当たるやん。ブンブンブン左右左だな。ブン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 できたらいいか。そうやな、あと5分で30分になっちゃうね。
くぞ。はい。30分。でもだいぶできそうかな。じゃあフィールズよ、覚えるの早くない手回してきてこうやな。おおおお。たたたたたたたか。おお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 。うん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 。今すぐちゃちゃちゃ。うん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 。今すぐちゃちゃちゃ。あれ。しかもこうじゃなくて。こうやな。今滑ってんじゃん。もうフレーム入ったし、あとはこの曲についていけるようにしやなあかんな。そうですね。私もひたすら曲かけて練習するしかないで。すごいよな、やっぱダンサーの人って。うわちゃちゃちゃできた。もう一回やろうか。もう一回やって完璧にできたら本番行こう。行きますよ。覚えるまでに
50分でした。前回よりも15分短いな。この YouTube の方はちょっと著作権が厳しいんで、奈良日和さんの曲を使わせてもらって、であの TikTok の方は本家の曲が使えるそうなんでTikTok にも撮りましょう、この後。もう撮ったらいいや。はい、うん、そんな感じでよかったらね、こんだけ頑張って練習したいやなっていうので TikTok を見てください、はい、ということで、よ